今日は山崎賢人についてジャーニーさんが話すみたい。私はポーランドに行ってくるけどね。バイバイ。ちょ、待てよ。ちょっとユたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。山崎賢人主演のアトムの子が低迷しているわね。視聴率が良くないし、山崎賢人の演技も良くないよね。そうなのよ。目黒、山田、玉森たちとももっと張り合ってくれると思ったら全然ダメね。一部の噂だと広瀬すずと付き合ったことでファンが離れてるっていうよね。確かにね。すずは賢人の良き奥さんにはなれないでしょうね。そうなの？広瀬すずと山崎は相性が悪いってこと？そう言ってしまう前はそれで終わりだけど、すずが賢人を甘やかしすぎてるのよ。あそこまでのイケメンだと他の女が寄りつかないか気になるところだよね。だから賢人の言うことは何でもしてあげているようなの。例えば料理するときは裸エプロンで。今時 AV でもそんなシチュエーションないよ。あいつは悪趣味だね。あとはご飯は作りたてしか食べないとか。さだまさしの関白宣言の世界だね。時代錯誤にも程があるよ。すずは賢人の要望に全部答えてあげてるみたいなの。男はそこまでされると自然にダメになっていくよね。それが仕事にまで影響してるっていうことは相当甘やかされているわよ。でも広瀬すずの裸エプロンは見てみたいな。山崎賢人は広瀬すずのことを家ではメイドって呼んでるみたいだよ。広瀬すずファンを敵に回しそうだね。そうね。すずにも早く気づいてほしいわね。僕もイケメンに生まれ変わってメイドがたくさん欲しいな。